こんばんは。聞こえますか？早い。なんか音がおかしいんだよこれ。これか。これが刺さっとるんか。おーおーおお。どうも。ちょっと待て。はい、どうも、こんばんは。聞こえますか？そんなもんじゃ。赤い村はもう終わった。オンになりよるかな。どうも、歌詞。今日はですね、ついに来たんだ、俺のアクリルケースが。我らの度重なるね、ありがとうございますを感謝して、感謝しとるで俺は。こんばんは。それがこれであるっていう。どやーっていいよねこれ。俺ついに自分の城ができたような気がするよ。こんばんは。こんなにこんなもんにって。でかいっていうか、これ1メートルのぶち切って、これあの2枚にしてるんで、2メートルで言ったらそんなん作れねえよバカって言われた。長すぎてダメだって。ここ1メートルまでなんでって。あ、じゃあ1メートルの2個でって。高級感が増しますよね、このアクリルケースを使うと。無駄に金かきよるって。こんな感じですよねって。あと、ここカーテン買ったんで18日に届く模様。ここはもう封印しますって。これハンヘルな。これがあのアクリルスタンドですね。オーダーメイドです。でフグも降りてよって。反社の事務所。木村先生のもありますっていう。おーって。大使って。探求2巻なこれ。師匠マグカップ。横に行きますと、師匠って7段師匠進む、6段先進。わざわざ買ったんかって。埃つけたくないんごね。右の埋めるところ百節不倒ですよ、木村先生。100回折れても絶対倒れないっていうね。でちょっとスペースができたんで、俺のこの趣味のコーナーっていうね、これがあの将棋世界ですね。割と良くてびっくりって。からの将棋入門、爪将棋、メスティン、燻製、ラスカ、クトゥルフ神話を経てダービースタリオン行って、この豊島ボブルヘッドで止めると。惜しいの本棚やが。でここで俺のバイブルの藤井先生と関路とダビスタを置いてみたっていう感じですね。雑誌だーって。付録いいよねって。付録こうぐっつりあるんですけど、なかなか映画。そして忘れない、ね、集中したい時にオン、リラックスしたい時はオフ、今ありますっていう。ボブルヘッドは本当やったらあの中に入れる予定やったんやけど、送らないかんかもしれんが、とりあえず置いてる。飲んでないのが分かるピカピカ具合。でもまあまあまあよくねこれ。おしめん。こんばんは。事務所っぽいぞって。このソファーは使えません。
なんならあの伝説のションベイがついたソファーっていうやつですね。もう外にぶち捨てる予定。今後。で、この辺の空いたスペースになんか三角、本棚ボックスでも買ってやろうかなって思ってます。ここにすっぽり入るぐらいの。したらこの辺のちょっとまとめれるんじゃねえだろうかって。これが伝説のおざす。でけっと。証明したやつ。そう。こっから見たらな、こう大志が見えるのがちょっと悲しいですね。志みたいになっちゃってるって。送り。伝説持ってこの上とかもうぐちゃぐちゃやったけど、俺の服がぐちゃぐちゃだったけど、もう全部ボーンって横にこのこっち側の横の辺にクソてんこ盛りにあるけん、洗えんのかこれ。いやもうこれは親父らの部屋に持っていくから。普通の将棋ファンだったミーハー。でもそれなりになんかちょっとこの、ね、霧の箱とかを置いてみたって、ポスッもらいもんな、てかほぼもらいもんな。この辺は買ったけどな、このセンス立ては。藤井先生も入っとるよ、これアクリルスタンドな。よく見るとおる。もう俺あの旅でもっと苦楽を共にしたあのフグジッポな、ガラスケースじゃない、これアクリルですね。アクリル板をこう加工してオーダーメイドで作らしたっていう。右のセンサーなんていうのこれ、百節風等です。こう読むからね、センスは大志探求、球端じゃねえぜ、両弱やなって。ブリブリ高いけんなこれ。これ1個なんぼすると思うメーターで。俺ビビったわ。誰に作らせたん、業者な。300円って一番自分でな、いやけん俺 DIY しようと思ってったんよ、本当ならアクリルので唾液ってやけど薄いのしかなくてよ、もうどうにもならんわけよ。なんかしかもちょっとこう何ぼかしが入ったみたいになっとるし、でちょっとその筋のもんに聞いてみたら、えそんなんできるわけねえじゃんって、厚さが足りんよ、厚さがあって8ミリやけんこれ。ありがとうございます。これここ8ミリありますから、俺 0.5 ミリで作ろうとしよったけん。下はローカーって、こっちはチャボースのあの今配信部屋につながる道ですね。分厚すぎだろ、じゃないと自立できないんすよ、ペシャってなるらしいわ。だからこそのこの重圧感よな。あはずっす。パラカーミュージアム拝んで行ってや、なんか増えていくけん。なんならここちょっとあれですよ、この後ろにもあのセンスタタンドンがあるけん、もう見えんけんもうしょうがなくやけど、こうタタンドるやつ置いてますから、ここ2個まだ本当だったらあるんだぜ、増田先生のとかが。なりがたや。0.5 ミリとかコンタクトレンズ。字が下手。下手じゃないから。で、なんなら自分のセンスも重ねようと思っとるけど、俺作るから。あの、習字で書いて。加工して。藤井先生の横に並べるで。やめろって。その筋の人みたいな感じで作るけん。
ペース2段、2段は無理やな、もうこれ以上は。トンソー混ぜるだって。いや、なんかバレんことない、ワンちゃんそっと置いとったら。ドスケンセって書くんじゃろって。もう素材はあるからな、なんならいい、そっと置いてみたって。大きいエイムでどうにかならん。さあ、じゃあそろそろ洋柄は新しいゲームが始まります。これかバレないかもな、バディミッションボンドっていう。ついに俺たちバディだっつって、あの海猿みたいなことになるけん。昔あったん知っとる、パチンコで俺たちバディだって、わけのわからない役者が落ちてくる、クソゲーな。なんかアニメっぽいですね。懐かしい、クソ出す役者だ、バディだってうるせえよ。でも俺海猿の映画見たことあるんやで、伊藤秀明の。こう見えて内容は覚えてない。乙女芸らしい、はほらメス向けちゃうん、メスそれは聞いてないぞ俺も。これはもういいんだ。